こんばんは。4月28日水曜日、時刻は19時を回りました。ウェザーニュースライブイブニング、引き続き武藤彩音がお伝えします。どうぞよろしくお願いいたします。この後も生放送で最新の気象情報をお伝えしていきます。さあ、時刻は午後7時を回りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。皆さん何してお過ごしですか。お酒飲んでます。連休じゃないけど気楽、あ、いいですねむしろ寝るぞってもうおやすみなさい。いかがお過ごしですか。あ、野球がね、始まったから野球観戦って方もいらっしゃるかもしれませんね。今日は西日本から中部地方、そして北日本も日本海側を中心に雨が降っているのですけれども、そこまでね、雨の降っている地域で屋外球場で行われているところはなく、今日の試合で屋外球場、神宮球場だけだそうです。ヤクルト対巨人の試合は神宮で屋外球場なんですが、関東はね、大きな天気の崩れは心配ないので、試合も楽しむことができそうですよねあかん、阪神優勝してまう強いですね。もう山口さんニコニコですもんね。ちょっとでも負けるとズドンってあ、今日阪神昨日負けたんだなとかちょっと分かっちゃいますねあんちゃん見ながら野球聞いてる。私が口パクで喋ってるのを見ながら野球中継を聞いてるんですかえ、逆じゃないですかそれ。あ、でもそっか。え、でも野球を無音で見ながら音声でお天気情報を聞いた方が良くないですかだってお天気情報って画面から見えるのほぼほぼなくないですか。アイコンくらいじゃないですかあとはね、あの各地のお写真もありますけれども、逆の方がいいかもしれないあ、私を見てくれるの私を見てくれるの、 ありがとうございますじゃあ私もあの無音で私を見るだけでお天気が分かるように一生懸命ジェスチャーしていきたいと思います難しい、どうすればいいんだろう。なんかここら辺が この辺りが北海道で、こうあったら西日本雨、北海道晴れみたいなどうですかどうですか、わかるわかるわかりますか。気温も西日本まあ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 、北海道上がる上がる、20度20度みたいなどうですか、パントマイムでどうですか、わかるわからんわってことはたくさん来てますね。あ、わからないか。静岡はこの辺りのなんか金魚茶摘み茶摘み雨静岡の説明からがですよね騒がしいですね。もっと落ち着いていけって、きっとあの無音で私のお天気見てる方は、はちゃんに急にどうしたんだって思ってるでしょうね急にもう多動で試しにやってみよう。あ、分かった方いらっしゃいます、ありがとうございます。全然伝わらないって方もいらっしゃいますねじゃあそういう方もいるということで、たくさん素材も使って お天気もね、お伝えしていきたいと思います。ではまずは実況のお天気見ていきましょう。皆さんからいただいているウェザーリポートです。